はい、皆さんこんにちは、シナタンです。はい、今回はですね、久しぶりに Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。結構久しぶりだと思うんですけれども、今日はちょっとランチに行く予定があるので準備の様子を撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクしていきたいと思います。で、最近ね、使ってるやつがあるんですよ。メイク前に MAC からね、新しく出たこのハイパーリアルスキンシリーズ、これがねめちゃくちゃ良くて、まずこのセラム塗ってからクリームを塗るんですけど、私すごい乾燥肌なんですよ。乾燥すごいしやすくて、やっぱ今の時期って知らない間に乾燥しちゃってたりとか、なんか気づいたら肌突っ張ってるなみたいな時とかあるじゃないですか。これを使うようになってから乾燥もやっぱり防げるし、あと化粧のりがすごい良くなるんですよね。このアイテムは、まあ、スキンケアももちろんできるんですけど、メイク用に作られたスキンケアっていうか、メイクのりが良くなるようにいろいろ工夫されて作られた製品になってるから、だからメイク前に使うとすごいこう肌にピタッとファンデーションが乗ってくれて、すごいよれづらくなるし、とっても綺麗な肌作りができるので、お気に入りのアイテムです。最近あと香りもめちゃくちゃいいんですよね。ほんと大好き、私この香り。この絵から普通に下地塗ってメイクしていきます。っていうか最近私誕生日が急になんですけど、誕生日3月17日なんですよ。この2023年になってからめちゃくちゃ317とか17って数字かなをよく見るんですよ。マジで本当にびっくりするぐらい意識してるからかもしれないけど、でもなんか別に今まではその317とかっていう数字見かけても、あ、誕生日だぐらいしか思わなかったけど、本当に今年2023年になってからこの数字を見すぎて、なんかもう逆に怖いぐらい本当によく見るんですよね。私の今年のラッキーナンバー317だと思ってて、でも本当にすごいんですよ。今もさっき立ってモニター見たら録画の分数が3分17秒だったから、そこでもって思ったし、今もうすでに今日もだし、なんかね、年末ぐらいに友達といる時にめっちゃその数字を見て、この時にやばくないってなって、今年のラッキーナンバーだわとか言ってたんですけど、でもほんとなんかたまたまパッて見たら賞味期限が3月17日だったりとか、この前友達と目黒にモーニングに行った時に何気なしにパッて車見たら車のナンバーが3月17だって違う317だったりとか、マジで本当によく見かけるんですよね。びっくりするぐらい。でもそういうのありますよね、絶対みんなないかな。え、この数字最近よく見るんだけどみたいな。なんかもう2023年って信じられないんですけど、まだしかももう1ヶ月経とうとしてるのも信じられないんですけど、みんないかがお過ごしですか新年明けてどうですかみんな。私はね、この前帰省した時におみくじを引いたんですよ。地元で熱田神宮っていう名古屋の神社に行ってきたんですけど、おみくじ引いたら小吉でした。なんとも言えないっていう。小吉ってなんかなかなか見なくないですか。結構私ね、運で生きてる女なので、本当になんかもう自分って運いいなっていう風にいつも思ってるんですけど、そういうおみくじとかも結構大吉を引いてるんですよね、いつも。なんか今年もちょっと半分どっかで大吉引くのかな今年もみたいな感じで期待してたら、まさかの小吉でなんかあーねっていう風になりました。なんとも言えない感じ。この悪すぎもしないし良すぎもしないみたいな、逆にレアじゃないっていう感じなんですけど、そう、小吉でした。みんなどうでした？おみくじってみんな引くのかな。でも私は結構その書いてある内容を読んじゃうタイプなんですけど、あんまりいいことは書かれてなかったかな。まあでもね、あんまりこうそれに一喜一憂しすぎずに目の前のことに集中して生きていきたいなと思いますけど、でも私なんか今年そのおみくじ引く前からあんまり運勢良くないんだろうなっていう風に感じてましたなんかなんだろう、なんかありません？そういうの、まあ、私今年運ないかもみたいな。まあ、わかんないですけどね、まだ始まったばっかなので。まあ、でもスタートがこのテンションだと多分期待しすぎないから、今年の自分に、まあ、だからそういう面ではいいかなみたいなどうにかポジティブに持ってこうとするけど、でも本当ポジティブって大事ですよね。私は割と普段から多分ポジティブ思考ではあるんですけど、でも仕事とかのことについてになると急にネガがめちゃくちゃ入ってくるんですよね。私にはできないとか、なんかネガになっちゃうんですよ。なんでなんだろう。日常生活は割とポジティブに捉えられるんですけど、心配性なのかな。昔から心配性なんですよね、めっちゃ。
なんかあの学校での遠足とかあるじゃないですか、林間学校とか。林間学校懐かしい今私よく林間学校って出てきたなって思いました。学校の行事で林間学校出てくる人います？急に。特に別に林間学校楽しかったなみたいな、まあ、楽しかったけどそんな思い出ないけどあれ何なんですかね、緑の学校とか林間学校とか全部の地域にあるのかな。なんかそういう時も結構何回も何回も荷物見返して、でめっちゃ荷物多くなってみたいな。そうなんか YouTube にはね、そのパッキング動画、全然林間学校のパッキング動画じゃないとかじゃないけど、旅行のパッキング動画とかを上げた時もなんか荷物多くないみたいな最近はだいぶ取捨選択できるようになってきましたけど、昔は結構もう何を追っていくのみたいな感じで言われてて、まあでも結局なんか使わないやつとかもちろん出てくるんですけど、でもなんか念のためみたいな、あこれ持ってきとけばよかったみたいなのがのを思いたくないんですよね、できるだけ。だから、まあ、備えあれば憂いなしみたいな感じで、その結構荷物が多くなっちゃうんですよね。だいたい友達とかと旅行行く時も一番私が荷物多いですね。海外旅行とか行く時も測るじゃないですか、荷物の重さで。なんかみんなだいたい私めっちゃ重いんだけど大丈夫かなみたいな、全然みんな余裕なんですよ、言うて余裕じゃんみたいな。で私も大丈夫かなとかって乗せると結構ギリギリみたいな週な何をそんな入れてきたのみたいな感じでいつも言われるんですけど、でも私普段の荷物は少ないんですよ。結構バッグちっちゃいのが好きだから全然持ち歩かないんですけど、旅行とかってなるとやっぱりこう常に自分のテリトリーを完成させておきたくて、ホテルとか行って普段と違うスキンケアとかも使いたくないし、実家帰る時ですら自分のスキンケアちゃんと持っていくし、これは普通かわかんないけど何もかもいつも使ってるものを使いたくてっていう私の変なこだわりがあるので、変ではないか別に、そうこだわりがあるから、なんか荷物が知らぬ間に多くなってるんですよね。なんかミニマリストとか私絶対なれないな。別にミニマリスト本気で目指してるわけじゃないからあれなんですけど、だってもうこんだけ洋服がある時点で無理じゃないですかそうで、しかも断捨離もできないっていう本当に致命的なんですよ私。あの断捨離しちゃってちょっと経ってから、ああれ着たいみたいな、向こうであのアイテム合いそうみたいなのになった時に、あそういえばあれこの前断捨離したばっかじゃんみたいになるのが本当に嫌で、だからなんかいつか使えるみたいな感じで取っちゃうことが多いから、でも新しいものも欲しいっていう本当に最悪な思考最悪な思考なんです私。そんなに着てないお洋服とかだったら取られても絶対分かんないですね。だからといって取らないでくださいねでも本当に把握してないですもんね、多分こんな服もあったなって思う時もあるし、最近マジで物が増えてきちゃってるので断捨離したい。私の今年の目標は今年こそゆりまごやりたいです。結構みんなからもやってほしいっていう声をいただいてるんですけど、ずっとやれなくて。え、みんな来てくれますか？そしたら私のお洋服みんな欲しいかな。でも絶対そっちの方がお洋服にとってもハッピーじゃないですか。この私の多すぎるお洋服たちに埋もれちゃってるよりは新しい方たちのもとへ行けた方が絶対幸せだと思う。ちょっとほんとやりたいな、フリマ。あ、ていうか最近ね、このピアスを買ったんです。これめっちゃ可愛くないですか？やっぱりまだゴールド派かな、アクセは。最近結構シルバーもまたつき始めてるんですけど、まだちょっとゴールドが好きかな。やっぱなんか大人っぽいっていうか、女性らしくないですか、ゴールドって結構。あ、でもなんかこの前ね、街中で男性の方が結婚指輪をゴールドの指輪してて、あ、なんかいいなって思いました。結構結婚指輪ってなんかプラチナとかシルバー系が多いじゃないですか。でもなんかゴールドの指輪してる方がいて、結婚指輪でゴールド可愛いと思いましたね。私にそんな時は訪れるのでしょうか、本当に。この前でもちょっとびっくりしたのが、親になんかもう私は結婚できないみたいな感じで言われて、親からもそんなこと言われちゃうの私と思いましたね。てかやっぱ気にしてるんだって思いました。3姉妹なんですよ。で真ん中でお姉ちゃんも結婚してて妹もいるんですけど、そうなんかもう私はあんま期待されてないみたいで何て言われたっけな、まあ、結構あっと思ってそんな考えてたんだって思ってびっくりしたんですけど、てか私ママもそんな歳なんだって思ったんですけど、結構それが私の中では衝撃でしたね。でも多分今年とか来年再来年あたりから周りが多分結婚ラッシュになるんだろうなっていう、年上の方のお話とか聞いてるとやっぱり25とかそのぐらいからもう本当ラッシュ来るよみたいな感じで言われてて、なんかそうなったら焦るのかな。
これについて考えるなんて、なんかもっと遠い未来だと思ってたけど、意外ともうすぐそばなのかな。こんな年なんですね。私ものんびりしてられないじゃん。私ももう23歳になっちゃう。どうしよう。23って結構すごくないですか。あの、なんて言うんだろう、23じゃんみたいな。人生これから感もあるけど、でももうなんかもう許されない年齢じゃないですか。いろいろと許されないっていうか、まだ若いっていう気分でいられない年齢な気がする。私的にはもっと人生の大先輩からすると、いやまだまだ23でしょって思われるかもしれないけど、自分的には大きい数字な気がするから、大人の一歩っていうか、社会人1年目の年ですしね。なんかこう23歳になるっていうのがちょっとワクワクもするけど、焦るしちょっと怖いですよね。あ、もうこんな年なんだっていう。私は早生まれなので、もう周りは23歳の子多いんですけど、みんな口を揃えて、え、もううちら23だよみたいな、やばいでしょっていう話になりますね、結構いつも。え、あの私が23歳ですよ、みんな。どうですか、本当どうですか、マジでどう見えてるんだろう。何歳てか何歳に見えてるんだろう、私って。なんかよく高校生とか学生の時は18ですとか言うと、え、まだ18歳だったのみたいな感じ言われるけど、もうそろそろ多分年相応になってきてるのかな、そう考えると。でもそれにしては子供っぽいなって思うんですよね、自分では。え、なんかなんだろう、23歳ってこんなもんなのかな。どうですかね、どうなんだろう、みんな私年相応に見えてますか。でもたまに未だに今何歳って聞かれて22ですって答えると、え、まだ22なのみたいな感じで言われるけど、なんか落ち着いてるから、まあでもそれは自分でもちょっと自負してる、自負自覚してる、多分周りの人よりは落ち着いてるんだろうなっていう風には思います。まあ性格的にもそうなんですけどね。なんか狙って落ち着いてるとか、いろいろこう経験して貫禄のある落ち着きとかじゃなくて、多分性格がこういう、あんまり仲いい子とかと一緒にいたらはしゃぐけど、なんかそんな別に私自分からわわわ行く感じではないから、それがそう見えてるんだと思うんですけど、まあでも多分落ち着いてる方なんだろうなと思うから、結構自分の年齢よりは上に見られることが多いんですけど。でもなんか23歳ですって言って、23歳っぽいかって言われたら、なんか自分の中ではまだおこちゃまな気がする。どうだろう、ちゃんと私年相応に見えてますか。てかそうだ、私昨日 YouTube ショーツを見てた時に、あの、あーやったやな、愚痴おーってやつあるじゃないですか。ネイジュールか、あれがめっちゃ流れてきて、グッチとヴィトンとベルサーチの雰囲気に合わせてメイクをこうパッて見せるやつ、外国の方のものが出てきたりとかして、すごい素敵と思って、私もやりたくなりました。やろうかな、もう遅いかな。あーなんだな、グチおー、グチおーできるかなっていうか、あんないい感じに。もうほんと最近やばい、私フェイスラインが終わってきてます。どん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 丸くなっていきますね、ほんとに。やだやだ、なんでなんだろうか、悲しいよ。最近そのお正月でこう食べ過ぎちゃって、あ、いけないいけないって思ったので、ゆるーくダイエットを頑張ってます。なんか昔はやっぱりこう、とりあえず食事抜けばいいやとかっていう風にやっていたけど、それじゃまた同じことを繰り返すだけっていうのをこの22年間生きてきて学んだので、ちゃんと食べて、食べるものを選んで運動してヘルシーに、そう、私の今年のテーマはヘルシーに生きよう。大事じゃないですか、でもヘルシーに生きようって。ガリガリになるのはね、やっぱりちょっとね、嫌なので、私は程よく筋肉もあってみたいな。でもなんかそのムキムキを目指してるわけじゃないので、鶏肉とブロッコリーだけみたいな、そこまでストイックにはできないけど、もう少し落としたいかなーっていう。今日リップどうしようかな、ちょっと一回着替えて髪の毛やって、そっからちょっとリップを塗ります。ということでメイクは一旦こちらで完成。最近は結構もうシンプルな感じで、アイシャドウもそんなに重ねないで、結構まつげとアイラインをしっかりやってるかも、最近のメイク。こんな感じです。ちなみに、あ、カラコンはレビアのプライベート3ってやつを使ってます。最近私ワンデーの魅力に気づきました、楽、本当に。はい、ということで着替えてちょっと先に髪の毛やりたいと思います。はい、ということで着替えましたので、今から髪の毛をやっていきたいと思います。今日はどうしようかな、ちょっとゆるくウェーブかけようかな。てか髪の毛めっちゃ可愛くないですか、超いい感じ。これ色落ちなんですけど、めっちゃ可愛い。ローとハイがすっ
ごいがっつり入ってて、とってもお気に入りです。じゃあウェーブにしちゃいましょう。最近ちょっとストレートが多かったので今日はウェーブでいきたいと思います。まあ、でも今日帽子かぶろうかななんて思ってるんで、そんなに強くやりすぎずにって感じで。ていうか大事件が起きたんですけど、ヘイリーがなんとボブにしてました。わーお、もう超かわいい。本当に私ヘイリーのボブすごい好きで、ボブにする時もヘイリーのやつ見せて切りっぱなしのボブにしてもらったんですけど、私は今ねもうちょっと髪の毛伸ばして段をつけたくて、レイヤーを入れたくて、今でもレイヤー入れてもらってるんですけど、もっともうがっつりレイヤー入れてもらおうかなって思ってて、ちょっとこうグランジガールっぽいような雰囲気。髪色はこのカラーすごい気に入ってるのでまだ続けようかなと思ってるんですけど、もうちょっと暗いところ、黒髪のところを増やしてもらおうかなっていう風に思ったりしてます。急にやりたい髪の毛がめっちゃたくさん出てきたり、もうやりたい髪の毛がなくてどうしようかなって思ったり、前髪はまだ続けるかな、とりあえずは。でこっから軽くウェーブを作っていきます。なんかめっちゃ久しぶりにやるかも。まあでも髪の毛もこんだけハイライトとローライトがしっかりあると、こうやってウェーブした時とか巻いた時とかより出てくれるので可愛いですよね。ちょっと今日は Y2K っぽい雰囲気かも。今日リップどうしようかな、ちょっとヌーディーな感じでいくか濃いめでいくか。私は常に濃いめが好きなんですけど、ちょっと今日ヌーディーでも可愛いな。こんな感じかしら。ちょっと一回帽子かぶってみようかな。今日はこのフライトキャップをかぶりたくて、もうこれ前髪あるとねなんかほんと難しい。帽子、前髪って帽子の敵じゃないですかなんかもう潰れる、ぐちゃって感じになるから潰れますね。やっぱりでも後ろはいい感じだな。前髪センターで分けちゃうとか、分けて思います。皆さん助けてください。本当前髪って難しい、こういう時。でもなんかこれボリュームあるから浅めにかぶったらすごいすごいことになるんですよ。これはもう切っちゃうとかしかないのかな、でも私の頭がでかすぎるのかな。でも今いい感じじゃないですか結構どうしてもかぶりたい時はどうしたらいいかな。ない方がいいよって言われてもどうしてもかぶりたい時はどうしたらいいですかね。みんなそんな気にしてないですよね。こういうのってやっぱ自分が一番気になるんだよな。どうですかとりあえずリップ塗りますか。リップどうしようかな。ヌーディー系、シャネルの新しいリップがすごい可愛かったんだよな。一旦塗ってますか。一旦こんな感じの色で可愛くないですか。めっちゃ、ちょっと一回塗ってみよう。こんな色、うん、可愛いかも。いいんじゃない、こんな色です。どうでしょう。私はすごい好きな色。ちょっとということで帽子をもうちょっと格闘していきたいと思います一旦さよなら。はい、ということで結局こうなりました結局前髪を全部しまってこのような感じで被ることにしました。もうこれで前髪から解放されます。最初からこうするって感じですよね。まあ、でもこれもこれでどうですか、いい感じかな。はい、ということでじゃあ最後コーディネート紹介したいと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。じゃーん、今日は Y2K バイブスという感じでコーディネート組んでみました。やっぱこの連載のパンツレトロっぽいというかいいんじゃないかなと思います。それをブーツインして、このブーツもねモコモコですごい可愛くて、しかもあったかいので結構冬は入ってます。でそれにこのレザーの A2 ジャケットを着てて、これ裏キューティングになってて意外とあったかいんですよ。中はこのクロップド丈のトップス、フェンディーネックのトップスを着てます。このバッグ、デニムのバッグを今日は持ってみました。
ちょっとまあ差し色というかじゃないですけど、ポイントに1個こちらのバッグを持ってます。こういうデニム素材のバッグとかはデニムコーデに合わせてももちろん可愛いんですけど、デニムを使ってない時のコーディネートのワンポイントとかに合わせてもすごい可愛かったりするので、こんな感じで今日は持ってます。あ、でそうそう、短くしたいんだけどやり方が分かんないってお声いただいたので、ちょっとお見せすると、ここにベルトループがあるので、反対側と対角のところにベルトループに通してチェーンを、でこのチェーンにフックがついてるので、それをチェーンの好きなところに引っ掛けるみたいな、こんな感じで短くしてます。そうなので結構好きな長さで持つことができるっていう感じのバッグですね。めっちゃ人気で、この前再販したんですけど、再販後もすぐソールドアウトになりまして、本当にありがとうございます。たくさんの方に使っていただけてとても嬉しいです。ちなみにまた違う形でもね、今考えているので、それもぜひお楽しみにということで、はい、今日はこんな感じでございました。はい、ということで、じゃあこんな感じで準備完了いたしましたので行ってきたいと思います。新年一発目のゲットレディウィズミーでしたね。でしかもちょっと久しぶりな気がします。そんなことないかな、どうだろう。最近ちょっとファッション系の動画をね結構上げようかなっていう風に考えていて、なのでちょっとゲットレディウィズミーとかメイク動画とかが少なくなってきちゃっていたので、まあでもゲットレディウィズミーを楽しみにしてくれてる方とか、メイク動画もっと見たいって言ってくれる方も結構いらっしゃるので、またそういうのもちょこちょこと上げていければいいなと思ってます。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。